ちは。こんにちは。さあ、この豊さんのチャンネルの中でも人気コンテンツの一つ、はい、年次もの。年次ものな、久々ですね。久々だな。ただちょっと変えるんですよね。ちょっと変える、はい、やっぱダラダラ長いよりも、はい、スタメンはスタメンでしっかり見せて、うん、その事件簿として2つ目の動画を作るようにする、はい、あ、じゃあ2つに分けるということですね。2つに分けるね。わかりました、うん、その方が見やすいと思う。まあ、見てる方もそうですよ ね、はい、で今日は、まあ、前回が97年で終わっていたので、はい、であの奇数偶数分けてるので、はい、99年の、はい、今回はまあスタメンだったりとか、はい、まあ、ベストナイン誰だったかとか、はい、そういったことを見ていきましょう、はい、でまず99年はセ・リーグが優勝したチーム、はい、中日ドラゴンズ、はい、パ・リーグは福岡ダイエーホークス。そうだね。なんですよね、福岡ダイエーホークスは、まあね、ダイヤホークスは徐々に選手が揃ってきて、はい、まあ、これは強くなるなっていう予感はしてたよね、はい、うん、まあ、そういう話もしたと思うんだけど。そうですよね、前の動画でね、はい、で99年セ・リーグ優勝中日、そして2位がジャイアンツで、3位がベイスターズ、はい、で4位ヤクルトスワローズ、5位が、広島東洋カープ、そして6位が阪神タイガースということになっています、はい、でパ・リーグは、優勝が福岡ダイエーホークスで、2位が西武ライオンズ、うん、まあ、4ゲーム差だったので、まあ、まあ競ってるけどね、はい、やっぱり西武ライオンズがずっと強い時期があって、はい、でその改革で、うん、ダイヤホークスを福岡に大きい、何回か持っていってね、はい、大阪から持っていって、まあ、それで王さんを迎えとか、うん、まあ、いろんな動きがあり、はい、まあ、強くなっていったと。ね、そうですね、その始まりみたいな形ですよ ね、 そうですね、はい、で3位がオリックス、はい、4位が千葉ロッテ、で5位が日本ハム、そして6位が近鉄バファローズという、はい、順位になっています、はい、で、日本シリーズは中日と福岡ダイエーホークスで行われ、4勝1敗で福岡ダイエーホークスが35年ぶり3回目、まあ、勢いを持ってね、はい、日本シリーズに乗り込んだということだとね、はい、まあ、何十年ぶりだからさ、そういう意味ではなんかこう勢いがあるというかね、はい、失うものはないというような、うん、まあ、勢いを感じる日本シリーズだったよね、はいはい、そして個人タイトルなんですけれども、はい、まあ、今出ていますけれども、うん、まあ、最優秀選手は中日の野口。野口はね、はい、やっぱスライダーが良かったね。あ、そうなんですね。スライダーとやっぱキレのいいまっすぐかな、はい、でコントロールが良かったからさ、はい、まあ、素晴らしい活躍だったと思う。うん、そしてパ・リーグの最優秀選手は、まあ、工藤公康投手、うん、大栄のですけれどもね、まあ、西武っていうイメージがあるけど、はい、西武で散々優勝しながら大栄行って優勝したというね。工藤さんが行くとこ行くとこ優勝したんですね。そうだね、だから、まあ、工藤が行ったおかげで、まあ、城島がね、はい、育ったというキャッチャーのがね、はい、だから、まあ、素晴らしい投手だよね、はい、うん、そして何といっても忘れてはいけないのが最優秀新人なんですよ、はい、セ・リーグは巨人の上原浩二投手、はい、でパ・リーグは西武の松坂大輔投手。まあ時代を作った、はい、これから、まあ、新人だけど、はい、それから時代を作る投手が両新人に選ばれたということだよね、はい、そうですよね。やっぱりね、強烈だよこの2投手とも、2人は、はい、やっぱインパクトが半端ないし、はい、アテネで、うん、アテネオリンピックの時に両方ともやってんだよね、はい、あ、豊さん一緒に行ってますね。行ってる、はい、だから、はい、それが新人を取ってるっていうのは、うん、やっぱりこう2004年だからさ、アテネオリンピック、はい、だからそこから順調に育って、はい、その代表選手になってくれたということです、ね、すごい、5年後一緒に戦うわけですよね、ね、で個人タイトル見ても、例えば打点王だと首位打者、それから打点王最多安打は横浜のローズが、はい、取ってますし、うん、でパ・リーグでいうと、本塁打王、打点王は近鉄のローズ、はい、取っていたり、で上原投手、やっぱすごいのは最優秀防御率、最多勝、だから最多奪三振、最高勝率、そうだめだよ、すごいですね。やっぱね、松井稼頭から言ってたのが、上原浩二が一番早く感じたっていう。球がですか。やっぱね、球持ちっていうのがあって、はい、バッターの何だよ、もう手元まで持ってくるっていう、はい、球持ちっていうのね、うん、だから球速はね、上原で150キロなんてあんまり計測してないんだけど、はい、それ以上に感じるピッチャーだって言ってたよ。だから上原を打ちたいっていうふうに松井稼頭は言ってたけどね。あ、そうなんですね、うん、いや
ですけれども、であのセ・リーグの最優秀中継ぎ 最多ホールド投手に中日の岩瀬投手が出てきたね、ここからそうですね、この辺りからやっぱり優勝してるからさ、はい、やっぱそれなりにしっかりした選手、はい、柱になる選手っていうのはちゃんと育ってるんだよね。そうですね、で、ベスト9ですけれども、まあ、今出ていますけれども、まあ、ご覧のようになってます。なんか気になる選手いますか？ベスト9、まあ、特に、まあ、順当だなっていうふうに思うけどね、でもこの中で、はい、アテネに行った選手は本当数多くいるなっていうふうに思うよね。あ、まあ、5年後ですから、5年後だから、ここでやっぱり、まあ、例えばセ・リーグだと上原とか高橋とか、はい、高橋由伸、はい、いやこれはあの1球団2人しか選ばれなかったから、はい、選んじゃいけなかったから、うん、均等に選ぶためにね、はい、だからまあ松坂もそうだし、はい、城島もそうだし、小笠原、はい、金子誠、中村、はい、ま、松井和夫は予選の時にいたの。それからメジャー行ったから、松井和夫が2004年から。そうだったんですね、うん、で谷選手ももうほぼなんかいるみたいな感じだよね。あ、やっぱりそうでこうなりますよね。ベスト9になる選手たちはいきますよね。そうそうそう、選ばれますよね。さあ、そしてこの年、まあ、セ・リーグどういった、はい、オーダーが中心に組まれていた、はい、いったか各チーム見ていきますけれども、はい、まず最下位のチームからなんですけれども、はい、まず阪神、はい、最下位の阪神からなんですが、1番坪井、2番和田、3番新庄、4番、ブロワーズ、5番ジョンソン、6番今岡、7番檜山、そして8番キャッチャー矢野と、うん、で控えにはまあ浜中選手とか、まあ、あと大砲選手もまだいますし、あと平塚選手もいますね。で、ピッチャーは先発が薮投手で、あとは、メイン投手などいて、1年目に福原投手で、はい、登板なかったんですけれども藤川投手が入ってきてます、はい、で抑えがリベラ投手だったんですね。そうそうそう、まあこの特徴はやっぱり 1,2,3 番だね。すごい和田新庄、うん、やっぱりいやらしかったね。坪井もいやらしかったし、和田は右打ち曲がったしね、はい、で新庄は勝負強かったということで、はい、まあでもその中でこう他のメンバー見ると平塚がこう頑張ったりとかさ、はい、してたんだよね。平塚が頑張ったり、まあ、今岡が首位打者、はい、その後にね、はい、取ったりとかもするけど、うん、まあいい選手はいるけど、はい、やっぱこうバランスが悪かったんだろうね。そうなんです。ちょっとオーダーの特徴、前半はジョンソン、後半は大砲が2人合わせて40本近く本塁打を打った計算になるが、両者とも同ポジションでスタメンに出揃うことは少なかった、うん、で投手陣では先発が1回もなくて2桁勝利の福原のみが目立ったシーズンだった、うん、福原投手中継ぎと抑えなのに10勝7敗なんですよ。10勝7敗ね、はい、で薮投手は6勝16敗っていう、薮はもっと実力があるけどね。そうですよね、だからまあ全体的なそのピッチャーのバランスが悪かったということと、はい、やっぱ伸び盛りの選手もその中にいてね、はい、野手の中に、うん、まあ、バランスがこう整わなかったというシーズンだったんだろうね。ということなんですね、うん、さあ続いて5位の広島です。1番尾形、2番東出、3番前田、4番江藤、5番金本、6番町田、7番ディアス、そして8番が立山西山ということ で、控えには1年目の新井選手も入ってくるんですよね、はい、で、うん、はい、でピッチャーは先発が笹岡投手、あと黒田投手、3年目の黒田投手もいます、うん、で抑えは、沢崎投手、うん、はい、まあこの中で言えば東出、はい、で東出がものすごく騒がれた年なんだよね、1年目から、うん、で大抜擢でショートで出てね、はい、まあ、誰にしてって言われてたかな、うん、なんかバッティングは前だとか言われたりだとか、はい、いろいろして、まあ、センスはすごくあった選手なんだけど、うん、なんか使うのは 俺解説で何回も見てるんだけどね、その時に、はい、やっぱもうちょっと基礎を大切にしっかりやらした方がいい選手になるのになっていう風な印象をすごく覚えてる。それ1年目の時、うん、だから使い出すのが早すぎるなって。あ、だからできないことをやらせようとしてるから、はい、じゃなくてできることをやらせ、一つずつやらせていって、まあ、体制させるんだったらいいけど、はい、無理なんだよ、最初から押し付けたっていうような、うん、なんかそういう印象があって、ちょっと東出には気の毒だった。ああ、この1年目のショートっていうのが。そうだね。ああ、そうだったんですね。さあ、そして4位の
ヤクルト続いていきましょう。1番真中、2番宮本、3番佐藤、4番ペタシーニ、5番古田、6番スミス、そして7番岩村、8番馬場で、控えには、稲葉選手、そして飯田選手、白石選手などもいますし、先発にハッカミ投手っていたんですね。ハッカミはちょっと覚えてないな。私も覚えてないんですよ。あとは川崎健次郎投手だったりとか、石井和久投手、あと中継ぎに2年目の五十嵐投手、そして抑えには、高津投手がいると。まあいろいろピッチャーとかも意外に揃ってるけどね、そうですよね、ただ稲葉はそこまで目立ってなかったということだよね。稲葉さんは後々なんですか。後々こう右肩上がりにっていう感じだよね。そうだったんですね。だから今も全日本の監督をまた継続するっていう風な話が出てるけど、それを了承したのか、ね、だけどヤクルト時代にそんな特に目立ったかなっていうと、あんまり印象がないんだよね。やっぱこう日本ハム移ってからなんですね。あと最初からってはなかったんですね。5年目に控えるっていうことは。そうだね、意外でした、すごく。で、続いては3位のベイスターズです、1番石井拓郎、2番春、3番鈴木貴則、4番ローズ、5番駒田、6番佐伯、7番、進藤、そして8番キャッチャー谷繁と。まあ鉄板だけどね。で先発には河村投手と、あと斎藤隆投手、あと三浦投手もいますし、で抑えにはもちろん大魔神佐々木和弘投手もいますし、優勝した時はさ、98年、まだやってないでしょ、偶数はやってないです。やってないでしょ、その時は本当バントしなかったんだよね。でも、この年から多少バント入れ出したんだよ、周りの雑音が入って。どんな風に。いや、やっぱり勢いがある時ってそんなことしなくてもどんどん勝てるんだけど、勝てなくなってちょっとバントし始めたんだよね、そしたらさ、ブレたみたいな言い方があっちゃったんだよ、言われちゃったんだよ今度は、それからなんかチームがこう揺らぐようになったかなっていう。だって優勝できるメンバー揃ってるもん。だしこれ前年度の優勝チーム、優勝チームなんで、ね、ほぼメンバー変わってないから、だから優勝してもおかしくない。だからもったいないシーズンだった、だからその雑音をもう無視してでも貫けばまた変わってた、でも久しぶりの前年度が優勝だったから、やっぱそれに浮かれたシーズンだったかもかね。そういうのみんな給料も上がったし、ちょっと気が緩む、そうだ、ね、もあったのかなというさあそして2位のジャイアンツです、1番西、2番清水、3番松井秀喜、4番清原、5番高橋、6番元木、7番二岡、8番キャッチャー村田。もうこれ読みやすい。なんか文句あんのかっていう感じで。いや本当なんですよ。そうなんです。なんで優勝しないんだみたいなさ。確かにメンバーだよね。だって先発にで上原投手で、桑田投手、ガルベスから斎藤正樹投手で、中継ぎに岡島投手で、抑えに牧原投手。これ1年目の二岡選手が河合選手からショートを奪ってるんですよ。ああ二岡も右打ちがうまかった選手だよね。それとね、やっぱ肩が良かったよ。二岡選手。暴投がなかったの。そうなんですね、だから暴投がない選手っていうのは基礎がしっかりできてるっていう選手だからね、だからいいショートを取ったなっていうふうには思ったよ。でも、なぜ優勝できなかったかっていうのは、事件簿に出てくる。なるほど、次の動画、次の動画のね、分かりました。で優勝した中日ドラゴンズのベストオーダーいきましょう、1番リー・ジョンボム、2番福留、3番関川、4番ゴメス、5番立浪、6番山崎、7番井上、そしてキャッチャー8番中村と。で、投手は先発にその野口投手ですよね。で、山本昌投手、もう16年目ですよ、この時点で。いやいや、まだまだ先長いから先長い、山本昌投手は。で、中継ぎに1年目の岩瀬投手が入ってきます。で、抑えはソン・ドンヨルということで、福留が2番打ってたりだとか、1年目で、でリー・ジョンボム、ジョンボムは韓国でイチロー、韓国のイチローと言われてた、アンバ製造機だった、まあ日本ではそうあれだったけど、まあだから、でも打った、3割打ったのかな、238ですね、2割38に、まあ調子も悪かった時もあるし、でも足が速い選手だったし、その息子も韓国のプロ野球入って、そうなんですよね、頑張ってるよね、そうです、そうです、いやだから、まあソン・ドンヨル、
韓国勢がなんか中日を、引っ張ったというかね。そうですね、まあ、そんな印象もあるけど、でも井上和樹とか、はい、なんか結構いい選手がどんどん出てきたよ。そうですよね、うん、だって福留が2番打ってんだもん。福留選手が2番って、まあ、今は考えられないですけど、うん、あ、そうだったんだっていう、うん、だからなんか2番最強説をもう中日はこの時からやってんじゃないかというような印象だけどね。確かに、だって打率が2割8分4厘ですもんね、うんうん、本当だ、確かにそうですよ、ね、はい。まあ、ピッチャーも、うん、まあ、岩瀬投手が1年目にいたりとかね、まあいろいろね、変則とか、はい、うんうん、なんかこう今のプロ野球ってさ、はい、例えば偏るんだよね。同じ投げ方にみんななっちゃうとかさ、はい、そのチームのカラーが、うん、なんか足上げて一回止めて、うん、思いっきり振り下ろして上から投げるとか。でもこの時代ってさ、いろんな変則が多いよ。だって左見てもさ、はい、例えば野口、はい、山本昌、岩瀬って言って、はい、同じ左ピッチャーの同じ角度から投げてくるかもわからないけど、はい、それぞれ足の上げ方が違ったりだとか、あの、ための、作り方が違ったりだとか、はい、いろいろするから、はい、だからバッターとしては同じ形じゃないんだよね。あ、でもタイミングの取り方がね、ちょっとそれぞれ違うから、はい、だから嫌なんだよね。でもなんかこう現代の野球を見てると、はい、同じピッチャー、同じ投げ方っていう、そういう教え方が、なんかそのチームによっては偏ってる傾向が出てる。いわゆる、まあ、個性が、そうだね、なくなってきてるけど、だからもう個性だらけだもんね、中日なんか見てると。本当、そうですよね。そうそうそう。いや、だからこの年代というか、活躍してた投手って、例えば他のチームでも岡島投手だったりとか、うん、そうあと野茂投手だったりとか、まあ、すごく子供、まあ、不思議な投げ方とか面白い、うん、まあそうだよね、真似してみんなで遊ぶような投げ方の投手が多かったなって思いますね、はい、はい。さあ、というわけで、ね、うん、まずはあのセ・リーグ99年の、ね、チームのベストオーダー見てきましたけれども、はい、次回はどんなことが起きたのか、そう、事件簿です、振り返ります、はい。